よいしょ、バン。遠近法なのでちょっとねボケたりしちゃうんだけど、100分の1、144分の1なので、そこまでのね、大きさの差はありません。言うほど。皆さんこんにちは、プラマイドル工作木野です。今日も始まりました、マチンチュッピリー。今日はですね、これ似たような絵の箱が置いてあると思うんですが、こちらはですね、チョコウエハースって引いてしまったっていうのもや、偶然引かせていただきました。こちらのですね、MG ジムカスタムのパッケージなんですが、これせっかくなのこれを作ろうと探してみたんですよ。でなかなか見つからないところを、たくさんの方にね、全部で4つ送っていただきまして、本当にありがとうございます。びっくりしました。だからもうこれを探しますっていうのはやめようと思って、本当にみんなが送ってくれるのとっても嬉しいけど、なんか申し訳ない気持ちになった。本当にごめん、ありがとう。でもだからこそ作りました。はい、作りまして、これが見つからなかった時に私 HG を買ったんですよ。なのでこのジムカスタムの MG と HG を比べてみようかなという動画でございます。両方ともですね、素組みして用意しております。まずはこちら、大きい方の MG のジムカスタムでございます。こちらはですね、1999年に作られた MG だそうです。だから思ったよりも古いことにびっくりしたんですけど、こういった感じの割とね、さっぱりとしたこうモールドが流行った頃なのかなとは思うんですが、バランスとかもすごいよくってですね、こう立てた感じがすごい綺麗だなと思っております。もうなんかバランス的に足が長すぎない時代だね、この頃ね。うん、1999年ってことで、一応ジムカスタムが登場するのは WAT3 なので、そこからちょっとね、立ってからの発売だったんじゃないかなと思います。で、バーニアとかが二重になっていたりとかですね、こういう細かいところもついてたりするんですけど、やっぱり体自体のモールドはちょっとサクッとした、ちょっとしかないかなっていう感じになっております。と、もう一つがこちら HG でございます。 HG のジムカスタムはですね、2011年に発売されているものだそうです。なのでね、なんかこれこうやって拡大してみちゃうと、あれ HG だっけ MG だっけっていうのがわからないぐらいのクオリティになってます。まあ新しく作られたものなので、まあ若干こっちの方がね、作りやすかったりとか、こうモールドのね無駄なところがなかったりとかして、すごいサクッと作れていいキットなんじゃないかなと思います。さっき見せてたこのバーニアのところは二重になってたりとかはしないので、まあそういったところが HG っぽいかなっていう感じではあります。バランスはこんな感じ、そんな変わんないかな。まあこの辺もね、ちょっと比較していこうかなと思います。じゃあちょっと遠近法を使いながらですね、バランスをまず比較していこうかなと思います。よいしょ、バン。遠近法なのでちょっとねボケたりしちゃうんだけど、大体こんなもんかな、サイズ感。100分の1、144分の1なので、そこまでのね、大きさの差はありません。言うほど。こんな感じです。肩の部分なんですけど、こちらは片方 MG の方ですね、は黄色が入っております。色分けの部分ではちょっと MG の方が強いかな。ちなみに HG のここのですね、股関節のところのこの V 字なんですけど、 MG はさすがにパーツになってます。で HG はこれシールで貼っているものなので、そういったパーツのね組み合わせとかは MG の方がやっぱ綺麗なのかなと思います。ちょっと遠近法を使っていますが、バランスはこんな感じ。若干 HG の方が頭が大きく見えるかな。ただ腰の位置とか胸の位置とかもそこまで差が長くって、MG の方が足は長い感じがしております。ここから見るとこんな感じですね。そんなに差異がない。なんかほんと兄弟みたいだね。はい、後ろからはこんな感じですね。ほぼほぼ変わらんくない？なんとなく腰が MG の方が細いのかな？キュッとした感じに見えますね。でも大体プロポーション一緒やん。今度は可動についてですね。MG の腕はこんな感じで曲がっていきます。まあ、ここがくっついちゃってるので、これ以上動かないかなっていう感じ。HG の子は、よいしょ。HG の
かこれね、2011年なので MJ ずっと新しいキットになるんですけど、ここがですね、二重関節がグイッと出るようになっています。なので動き自体で見るとこう HC の方がね、部があるかなっていう感じはしますね。うん、ちょっと一段とグッと寄せることができます。こんな見やすいので腰パーツですね。ここ MG の方はですね、ここがね同じ一体化のパーツなんですよ。ただ HG の方が珍しくここ赤色のパーツが透けて見えてくるようになってます。これあれですね、ここのパーツと一体化してるんですけど、こう細かい穴ができております。モールドを見ていきたいと思います。一緒一緒、これがね珍しいなと思うんですよ。だいたいこうキットがこれ12年違うわけじゃないですか。ってなるとモールドを増やしたりとかってしがちなんですけど、そういうのがないんですよ。ジムカスタムシンプルに作ってくれてるから、こうやらしくないよね。うん、やりすぎ感がないのがいいキットかなと思います。この足ですね、足もそんなに差がなくって、実はモールドの箇所も同じなんですよ。ほらモールドの感じも一緒なんですよね。パーツ構成は違ったりするので、ここね、こうここはね隙間空いたりしてるんですけど、でもここのラインもこうやって HG でも作られてたりとかして、本当に一緒、モールドの感じも本当に一緒。うん、すごいわって思います。今度膝関節いきたいと思います。膝はこここいっとこういう曲がり方をしてるので、ここでぶつかっちゃうみたいですね。これ以上は動かない。うん、こういう落ち方になってます。 HG はここですね、くるりんと。ここもねぶつかるので、これ変わらないんじゃないかな、可動として。うん、可動に関しても一緒ですし、このね角度もそんなに変わらないかな。ちょっとだけこの中のパーツの位置が違うかなっていうのが見て取れます。足首はこれボールになってるので、くるりんとこう角度が変わって、はい、動く感じですね。こちらも HG も一緒です。ここもボールになってるので、くるりんと動いて角度が変わる感じになってます。一緒ですね。うん、足の裏とかまで見るとちょっとこれほらサイズ感が違うので、1枚でペラッと作られてるのと、ここのね割れ目がしっかり入っていて土踏まずが作られてるのと、やっぱ大きさでねモールドの感じは変わっておりました。ここはかなり違うポイントかなと思います。あとはですね、足の内側ですね、ここ赤色のがついてるのが MG、 こっちはですね特に彫られたりしてない一つのパーツになっております。頭を比べてみたいと思います。ちょっと話し気味なんですが、ほぼ一緒ほぼ一緒、本当に一緒。これね、ビームサーベルの形はちょっとね違ってるんですよね。うん、ちょっとアンテナ付きみたいになってます。でこちら後ろ側のバックパックです。バックパックもほぼほぼ一緒なんですけど、さっき出たバーニアの部分がね MG の方が二重になってます。多少ね MG の方がこういう丸モールドとかが入ってて細かいかなっていうところにも、 HG はちょっと入ってない感じですね。でも肩のですねジョイントも一緒で、これね刺さってるだけなんですよ、棒が。こっちも一緒、刺さってるだけなので、まあ、こうやって軽く上げたりとかはできるようになってます。でもそんな感じ、そんなに動きはしないかな。で本当に似てんだね。うん、腕の二重関節がちょっと動きやすくなったかなぐらいで、あと本当にほぼほぼサイズが似てるんじゃないかなっていうのを感じております。すごいよね、こんなに親子。おお。うん、あと武器ですね、シールドはこんな感じです。もうね形は一緒で、色がなんだかね成型色が違うなっていうのが見て取れます。まあ、全体的に青色の成型色で内部フレームが作られているのが MG で、グレー系になっているのが HG っていうことですね。で裏側マガジンが入ってたりとかっていうところが MG のサイズ感でね表現されてることかなと思います。ほぼほぼ裏見えないけどね。うん、ほぼ一緒で、ジムライフルーブーン、はい、これはライフルでございます。
これはね、ほぼほぼね、形状も一緒。ほんと色違いっていう感じですね。はい、MG の方でこのジムマシンガンがついておりまーす。これがあるからこそ多分シールドの裏にこのね、マガジンが入ってるのかなとも思います。これはね、MG だけ。で、ビームサーベルに関しては、片方がね、こう肩に刺さっている状態なので、一本ずつ残ってまーす。形状はこういう感じね。うん。HG の方がなんか若干かっこいい気がする。新しい方だね。あとは手のパーツですね。HG はですね、パー手が2つ、グー手が2つっていう感じと、ライフルを持てるパーツだったりとかっていう感じで、これね、ゴロゴロとあるんですけど、全部固定式になってます。特に動いたりとか、可変はないんですね。で、MG の方は、パーテグーテの固定式がついてるのと、今ここにね、ついている、親指だけはこうやって動く。人差し指だけはこうやって動く。で、3本指はこうやって動くみたいな感じで、3つ可動になっております。だから、グーテから、まあ、ライフルとかをね、持つ手。からこうパーテとかも全部できるようになっているので、まあ、こういうのがあるのが MG なのかなとは思います。そしてこちら、はい、この頃の MG にはおなじみのですね、パイロットフィギュアがついております。バニグさん、こういうね、かなり彫りの深いね、イケメンになってて、顔認証されるぐらいには出来がいいですね。こんな感じ。ちょっと軟質パーツなので塗る前にね、サフとかプライマーが必要かなとは思うんですけど、こういったものもついております。ちなみに MG はですね、このコクビトのところに1人乗っているのと、もう一つちっちゃい100分の1のパイロットも乗ってます。なのでもちろんここ、ほら、こうやって開くところが MG らしいところなんじゃないかなと思います。 HG 開かないもんね。うん、 HG はね、引っ張ってもね、一体型だから開いてくれないので、パイロットが乗せれるよとか、こうやってオープンハッチでちょっとね、かっこよく見せたりとかっていうのもできるのが MG のいいとこかなと思います。という感じでですね、今回はさらっとさらっと MG と HG のジムカスタムをゲットしたので、両方ね、すぐにのまま比べてみました。ほぼ一緒、こんなに一緒なんだって思うのはなかなか珍しいなと思うんですけど、一応 MG が1999年製で、 HG が2011年製ということで、こっちの方がね、可動が微妙に進化したところはありました。だからといって、可動なモールドとかを彫り込まれてるわけではなく、まあ、ジムらしい、いい感じ、いい塩梅を貫いてくれてるのがいいところじゃないかなと思います。足の長さとかもね、長すぎずっていうバランスの良さが、また出てるんじゃないかなと思います。結構ね、どちらも作りやすいキットなんですけど、まあ、HG でもこれぐらいかっこいいっていうのがあるので、こうね、時代の、移り変わりをちょっとね、感じるような企画でございました。まあ、ね、ジム好きの人、まあ、ジムカスタム好きな方、結構いらっしゃると思うので、まあ、どっちを組んでも、すごい面白いキットだと思います。まあ、MG じゃないととか、そういうのもなく、まあ、サイズで選べばいいかなぐらい、どっちもね、同じぐらいのキットかなって感じたので、ぜひぜひ皆さんも楽しんで、よいしょ、作ってみてほしいなと思いまーす。ってことで、今回はこちらのチョコウェハースのカードが出たので、MG ジムカスをゲットしたので、HG のジムカスタムとこう比べて比較してみたという動画でございました。ね、これを聞かなかったらこんなにジムカスを集めることはなかったので、まあ、たまたまなんですけど、あ、でも、両方ともいいキットだったので、はい、よかったです。ありがとうございます。ジムカスタム作りたくなったり、かっこいいなと思った方は、ぜひグッドボタンお願いしまーす。まあね、この色がね、また汚したりとか、改造しやすかったりとかして、使う方も多いかなと思うので、この後もね、また汚していこうかなと思っておりまーす。ということで、よかったらチャンネル登録して、見てみてください。ということで、以上、もちんちゅ TV でした。またねー、バイバーイ。